またあの車だ。今日午前4時50分ごろ、東京都渋谷区の線路沿いで、男性3人の他殺死体が鉄柱に吊り下げられているのを、通りかかった新聞販売員の男性が発見しました。警察の調べによりますと、殺されたのはいずれも渋谷区に住む無職、藤田浩平さん、大学生の安沢三郎さん、とび職の高木亮さんの3人です。3人とも胴体の部分が切断され、それぞれの上半身と下半身が別々に入れ替えられて糸で縫合されていました。3人の額にはそれぞれ謎の傷がつけられており、警察では犯人からのメッセージではないかと見て調べています。
渋谷では2ヶ月ほど前から猟奇殺人事件が頻発しており、警察では今回の事件も同一犯による犯行の可能性が高いとみて捜査を続けています。あいつらだ。昨日僕に絡んできた。最近、渋谷はますます物騒だよ。昨日も怖そうなゴキゴキ男たちに拉致されそうになっちゃったから、ドカドカドカーンってしてやったのら。それより、たくみちゃん、コズピーのことバカそうって思ってるでしょ、でしょ。それに、コズピーはね、誰でもドカッパキ。
するわけじゃないよ。あのね、コズピーはコズピーに悪いことしようとする人だっけ。とかくしゃべきってしてあげるの。でもね、コズピーはその将軍さんって人知らないよ。そっか、たくみさん大変なのね。殺したいけど、殺しちゃダメってセナさんに言われてるなら。
な。違うよ。それはね、コズピーがいっつもなめなめしてるキャンディさんなのら。プレゼントはこれなの。ブチュブチュさん。とか携帯のストラップとか、指輪もあるし、ヘアピンもチャームもあるよ。違うよ。コズピーが手芸をやろうとするとぐちゃぐちゃドカーンってなっちゃうのら。これはね、ママが作ってくれるんだよ。コズピーがビーズ大好きだから全部ブチュブチュさんなのら。ふぴゅ、たくみさん、ドキッてしたね。たくみさんがドキッてすると、コズピもドキンドキンってしちゃうの。もしかしてコズピー迷惑だった？だった？お友達にはみんなにね、ブチュブチュさんあげてるんだよ。ほんぽい、そうだったのら。んじゃ、たくみさんはプレゼントされても困っちゃうだけだね。これあげる人、二人目だったのに。くっそんなのら。たくみさん？登場したのですね。あのね、コズピーも同じことを思ったよ。コズピーが初めて学校行った時、たくみさんを見てね、すごく辛そうだなって思ったのら。コズピーも辛かったから一緒だってほっとしたの。ただ普通にね、行きたいだけなのにね。お友達作って一緒に遊んだりして、一緒にお弁当食べたり、一緒にお勉強したり、文化祭とかの行事を一緒に頑張ったり、一緒に恋のお話をしたり、そんなね、普通の生活で十分だったのら。特別なことなんて何にも望んでなかったよ。
ね。悪いことしたよ。殺したいって願ったもん。コズピーに意地悪する人たち全員ぶち殺したいって願っちゃったもん。でもでも、悪いことを願うのは悪いことじゃないよ。あれれ、悪いことを願うのが悪い。悪いから悪いことを願うのかな。悪い。わるわるですね。とにかく、負の感情は否定されるものじゃないって、へんてこなボード持ったおじさんが言ってたのら。悪いことを願ったから、ディソードがコズピーの力になってくれるのら、ディソードがコズピーを守ってくれるのら。だからね、もう、普通なんていらないの。めんどくさいのは嫌なの。世界には悪い人ばっかりだし。おせなさんはお友達です。悪い人じゃないよ。あとね、たくみちゃんもだよ。ブチュブチュ友達なのら。一緒なのら。ほいじゃ、帰りましょう。転ぶのは慣れてるよ。みさん、また明日ね。
誰か、いますか？僕涙目。もうね、アホかと、バカかと。これ、これって。嘘だ！嘘だよ。嘘に決まってる。織原、ちょっと話があるんだけど。いいよね、付き合ってくれるでしょ。
ちょっと、なんとか言いなよ。いちいち泣いてんじゃねえよ。いいからちょっと来なよ。こいつもう泣いてんじゃん。うわ、マジ？うざくない？逃げようとしてんじゃねえよ。美奈子が話あるんだからさ、ちゃんと聞きな。織原、あんたさ、大輔に色目使ってんじゃないわよ。聞いてんの？うざいんだよ、あんた！人の彼氏に手出そうとしてんなよ！っていうか、前から織原のこと気に入らなかったんだよね。ねえ、なんで喋んないの？可愛こぶってんの？はっきり言ってうざすぎだし、ムカつくし。それとも、男子とは話せても私たちと話すつもりないって？調子に乗ってんじゃねえよ。なんか言えよ、ブス。お前は誰？お前は誰？
ピのせいじゃないもん。コズピのせいじゃないもん。助けて。何を？たくみちゃんは、コズピンの敵、味方？僕は、コズピーの味方だ。だから、コズピーに助けてもらいたい。コズピーのこと、いじめない。コズピーは守れないよ。だってあの子のことうまく扱えないぽん。だからね、さっきのドカバキクシャーはコズピーのせいじゃ。コズピーをね、いじめた人たち。他人の血だよ。
味方だよね。よー、エスパー。お前、ちょっと超能力使ってくんね。クラスの女子が授業ボイコットしたみたいだよ。誰も来ねえから、俺ら今探してるわけよ。でもだるいと思うね。ミスミやミナコが心配みてえだけどよ。どうせ集団でサボってるだけだろ。そう思うよな、エスパー。おい、仕方してんじゃねえよ。やめろよ。たく、ミナコ見なかったか。チャイム鳴るまでいたんだけどよ。今はメールしても電話しても帰ってこねえんだ。なあエスパー、お前なんで服に血がついてんだ。タク、何かあったのか。な、何もないよ。どうしたの？そんなに慌てて。どこか怪我してない？僕は。
本当に大丈夫？かなり派手に転んでたけど。リム、どこへ？おお、私は今日は遅刻。なんだか具合も悪そうだね。保健室に連れてってあげる。そこで少し休んだ方がいいよ。ほら、行こう。ごめんね。なんでだよ！なんでこんな。ごめん。でも、タクには消えてもらうしかないの。嘘だ。こんなの嘘だ！嘘ついてて。ごめん。
でもお願い。タク、消えて。ふざけるな、ふざけるなよ。僕はどれだけリミのことを信用してたと思ってるんだ。どれだけリミを頼りにしてたと思ってるんだ。なんでそんな簡単に人を裏切れるんだよ。この悪魔女め。タク、ごめん。ごめんで済むかよ。何様だよ。殺してやる。匠さんの心の叫びね、聞こえたよ。殺したいって、許せないって、だから、殺してあげたのら。殺した。本当に殺し、コズピー、僕を助けて。さっきはコズピーから逃げたのに。ごめん。ごめんなさい。それでも、助けてくれ。たくみちゃんは、コズピーの味方？
僕には、コズピーが必要だ。一緒に、いたい。たくみさんは、身勝手な人なの。でもね、コズピーのこと必要って言ってくれたから、コズピーもたくみさん、一生懸命守る。あのね、前に汚いおじさんが言ってたのら。我慢することないって、負の感情を否定しちゃダメって。だから、コズピーは、コズピーをいじめる人みんな、殺すね。それと、たくみさんをいじめる人も。すごく疲れてるのだ。体だるいの。ねえ、たくみさん。コズピーね、心の中に真っ黒黒な妄想がどんどん生まれてくるよ。押しつぶされちゃいそうなの。殺してやる。
死ねばいいのだ、みんな。殺したくない、剣が勝手に。剣に依存しちゃえばいいのだ。これが、コズピーの本性なのかな。おいおい、こいつら血まみれじゃねえか。どうかよ。お前らが殺したのかよ、ミナコ。まあ待てよ、ミスミ。まだそうと決まったわけじゃねえだろ。大体あんなこと、よりによってこの二人ができるわけねえって。それよりよ、エスパー。僕は、エスパーじゃん。うるせえよ、口答えすんな、カス。殺してもいいよ。やだ、殺したくない。殺せない。殺すことも受け入れるべきなの。でよ、エスパー、お前の妹って、お前に似合わず可愛いんだな。ナナミだっけ？だからよ、ちょっと可愛がってやったんだよ。何や言って。わかんねえの？俺の連れ、だいたい10人くらいでいつもつるんでるんだけどな。ちょっと暇してたわけよ。で、女ナンパするかって話になった時によ、提供してくれたんだよね。お前の妹。提供って。ダーススパイダーだよ。わざわざ向こうから声かけてきてよ。お前の妹を好きにしていいとか言って渡してきたんだよね。マジでウケるだろ？ななみに、何を？あ？だから可愛がってやったっつってんだろ？そうそう。妹さ、片手なかったぜ。痛そうだったな。なあ、ミスミ、お前も教えてやれよ。お前だってあの場にいたんだからよ。それよりミナコ。おう、そうそう、記念に写真撮っといたぜ。なあ、エスパーも見てえか？見せてやるよ。画像画像っと。あ、あった、これこれ。ほら、見ろよ、エスパー。
おい、やめろタク。うるさい。ミスミ、お前も死ねばいいんだ。僕もナナミも、世界中の全員が死ねばいいんだ。僕が殺してやんよ。ねえ、コズピー、全員ぶち殺してよ。たくみさんも殺しちゃったね。なんで敵だらけなんだろう。もうやだ。今日こそ西条匠のコードサンプルを手に入れなきゃっすからね。そのためにこの学校を実験場にしたんすから。ま、もともとここはそのためにのぞみが作ったんすけどね。もう回りくどいことはなしで、とっておきの祭りを提供してやるっすよ。さてと。
じゃあ行きますかね。お前たちはバカだ。罠にはめられているんだ。すべて精神攻撃だ。その影響でみんなおかしくなっているに過ぎない。真の悪に気づけ。元凶を叩かなければ悪夢は終わらない。ポーターだ。リュックを背負っている奴らがどこかにいるはず。そいつらが妄想攻撃を。セナさんはコズピーの味方？味方だよね。コズ？真の悪って何？その影響があるから何なのかな。コズピーとタクミさんを攻撃してきたゴキさんたちはね、自動的に敵だよ。だから殺すの。殺したくない。それが敵の思うツボなんだ。みんなでストーカーしてくるんだもん。怖いんだもん。コズピーがコズピーでなくなっちゃいそうになるんだもん。お前たちは何と戦っているのか把握しているのか？妄想に惑わされるな！お前たちは自分の妄想によって殺されようとしている！梢、それ以上ディソードを使うんじゃない！負の物質がお前の心と体を侵食しているんだ。まともに歩けなくなっているんだろう。このままだとお前という存在が崩壊する。セナシャンはコズピーたちの味方？私は、お前たちの味方だ。お前たちを攻撃している敵は、私が倒す。だから、もう妄想するな！よかった。セナちゃん。コズ、何を？コズピー？私を殺すつもりか、コズ。
負の妄想に取り憑かれてしまっている。自分でディソードを制御できていないのか。こずえ、ディソードを消せ。できない、できないのだ。こいつ、殺す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 。助けて、こんなのやだ。セナ、コズピーを助けてあげてよ。妄想を見せて無力化を。殺したくないのに、セナちゃんのこと殺したくないのに。殺す殺す、ぶち殺す、ぶち殺してやる。この それは妄想だ。ディソードを捨てろ、コズ。離せ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 。殺して、コズピーのこと殺して。セナシャ、コズピーは悪くない、コズピーは悪くない、みんなが悪いんだ。こんな自分もう見たくない、セナシャも殺したくない。だからむ、剣を捨ててくれ、小津。元に戻ってくれ。私はお前を見捨てたりしない。お前は、私の、たった一人の友達で。セナじゃ、逃げて。
死んじゃい、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 死んじゃい。コズ。すまない。すま、ない。死んじゃい、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 死んじゃい。お前のこと、助けて、やれなくて。私のこと、慕ってくれたのに。私は、お前の力に、なれなくて。死んじゃえ、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 死んじゃえ。お前の SOS に、もっと、早く、気づいて、あげられたら。梢と話している、時間が、私にとって、唯一、ほっとできる時間だった。死んじゃえ、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 死んじゃえ。慕ってくれて、ありが。死ね。死んだの？セナちゃん。セナちゃん、返事して。一緒にガルガリ君、食べに行こうよ。たくみさんと三人で。また、写真撮って。また。ねえ、たくみさん。セナちゃん、どうして返事してくれないのかな。どうして。殺しちゃった。殺しちゃったよ。なんで、こんな、コズピーね、こんなこと、望んでないのに、望んでなかったのに。みたいだなって思ってたのに、なんで、なんでコズピーはセナちゃんのことを殺したんだろう。なんで。信仰の救いっすよ。お前か。さあ、何のことっすか？殺しはしないっすよ。コードサンプルを取らせてもらわないといけないんで。
殺す。何？殺してやる。こいつ、化け物かよ。殺してやる！たくみさん、コズピーね、もうダメみたい。ねえねえ、空がとっても綺麗だよ。まるでブチュブチュさんをたくさん散りばめたみたいで。コズピーも、あんな風に空に浮かぶ、ブチュブチュさんになりたいな。たくみさんも、一緒に来てくれる？ありがとう。あのね、コズピー、たくみさんのこと好きになってもいいかな。